ミヤコスポッドキャスこの番組は MBJ トラベルの提供でお送りします。はい、始まりましたミヤコスポッドキャス。今回のゲストは、近海地区地域おこし隊の斉藤秀夫くんに来てもらってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、斉藤秀夫くんは、秀夫くんでいいですかね。はい、大丈夫。はい、福岡出身で、今長崎の、近海地区で、地域おこし隊っていうね。はい、地域おこし隊で何を今されてるんですか？地域おこし協力隊ですね。あ、そうですね。一応長崎の近海地区の情報発信であったり、はい、あと近海地区で、自然体験施設とか、うん、そういうところのアナログで今まで予約をされてたようなところを、はい、一応デジタルというかインターネットを活用してちゃんと予約ができるような、はい、ネットのインフラ整備みたいなところをさせてもらってます。あ、それ いつからやり始めたんですか？2020年の2月から就任して。あ、今年なんですね。そうですね、今年から始めてます。なんかそこでなんかできたウェブサイトとかあるんですか？今までやったなんか実績じゃないけど。そうですね、今自然体験施設で、ウェブサイトを5つほど運用してて、はい、でそこでネット予約とか取れるようにっていうのの準備っていうか、もう実際に動いてます。5つウェブサイトを運営している。もともとなんかウェブメディアとかやってたんでしたっけ？そうウェブメディアで、はい、長崎のウェブメディアをボマイエというものをしてました。ボマイエね、何でしたっけ、プロレスラーの、マスクをした。そうです、ボマイエのね、青色と黄色のね、はい、ボマイエ、よくツイッターとかでね、情報発信してるのとか見ますけども、はい、あれね、斉藤秀夫くんがね、そうです。されてらっしゃるということで。はい。でも、ウェブサイトの、じゃあ、そのウェブメディアの運営と、そのサイトも自分で作ってるんですか？そうです。近海地区のサイトに関しては自分で、すべて作成をしてます。それはどこで学んだんですか？いや、もう学ぶ。独学で。独学？はい。だから見てもらったらわかるんですけど、素人が作った感があるサイトにはなってるんですけどそれでも十分予約とかできるので、はい、まずはそこからですね。で、売り上げがある程度上がってきたらちゃんとプロに頼めるようになると思うので、段階をちゃんと踏んでやってるっていう状態です。でも今地域おこし協力隊でやられてますけど、実際自分の会社も持ってやってるんですよね。はい、そうですね。そっちは、ウェブデザイナーをちゃんと入れたような形で、はい、ウェブサイト制作をしている会社っていうのを一つ持ってます。じゃあ、青年実業家ということですね。いやいや、そこまで大それてない。大それてないんですか。もうただ、企業届っていうか、法務局に出したら、誰でも事業主にはなれるので。うん、でもなんかね、今この時代で、地域が結構ね、苦手なところとするデジタル化を推進してるってね、やっぱり若い方の、その知恵と知識と、技術ですね、を持って、地域おこし協力隊で近海地区を盛り上げてると。はい。はい、どれくらいですか？任期は？任期が一応3年間。あるので、2023年の2月までが一応は、任期としてある感じです。でも今1年、もうすぐ1年になろうとするところですかね。はい、もうすぐ1年です。はい、なんかいろいろもう5つもなんかウェブサイトを運営されてるっていうことはもう結構いろんなことを成し遂げてるかのように感じますけど、あと2年ありますけど、今後の展望というかこれからやりたいこととかってありますか？今一応、近海地区でやっていることが、はい、その自然体験施設って言ってるんですけど、はい、例えば無人島の運営だったり、うん、あと、無人島の運営、棚田の里っていう、はい、おじさんが、切り開いた、
棚田があるんですけど、うんうんうん、そこをこう何ですか、村をこう借りるような施設体験ができるところとかで、テントサウナっていうものを導入したりとか。最近流行ってますよね、テントサウナね、はい、で、もう一つはキャンプ場の運営にちょっとこう携わったりとかしてるので、まあ、1年目はそういういろんなところの施設をこう知る動きをしていったので、はい、まあ、2年目はまずそこをですね、春から夏が一番やっぱり集客が多いので、そこにどんだけ自分が入ったことによって、集客率が上がるかっていうところが、まあ、楽しみっちゃ楽しみっていう感じ。それをデータ化して、まあ、可視化するような。そうですね、感じですか。もう全部あのインターネットで予約が何に入ったかとか取れるようになったので、まあ、それで去年と比較してどんだけ入ったかっていうのとか。もうその地域おこし協力隊でやるときって、その中結果報告とかって市に雇われる感じなんですか？一応市の方、担当者の方と毎回お話をさせてもらって、毎週1回です。毎週1回、はい。で、どんな、そうです。どんな活動をしたのかっていうのと、あと、実際 SNS とか、そのウェブの運用で全部アナリティクスは取れるので、はい、それの報告は毎回してるって感じです。で、まずその、まあ、もともと福岡出身だっていうことなんですけど、はい。なんでその、近海地区の、地域おこし協力隊をやろうと思ったんですか？ちょ、長崎市が、情報発信で、地域おこし協力隊を募集してて。ああ、その募集が、はい、自分に合ってるなって思ったから。はい。で、募集の内容がまず合ってるっていうのが一つと、うん、まあ単純に近海地区っていうところが福岡から、交通の便が良かったので。あ、そうなんですね。はい。まあ福岡から車で2時間ちょっとぐらいで着くので、あ、まあそれもいいなと思って、そこまで遠くないので選んだっていうのがきっかけです。うん、それは自分、秀夫くんが今というか、その福岡出身で、福岡からお客さんを呼んでいきたいというか、人を呼んでいきたい、流れを作りたいっていうところがあるんですか？いや、特にどこから来るとかは関係なく、まあ、まず、近海地区っていうところが、そもそもがもう長崎の人にもあんまり知られてないような。確かに。場所 だったっていうのに気づかされたので、うん、まあちょうどこのコロナの渦中っていうのもあったから、まずはまあ県内の人に知ってもらうっていうのを今年1年間はやってきたっていう感じです。特に今年ね、コロナがあって、でそこでなんか活動を始めたっていうのって結構大変だったんじゃないかなと思うんですけど、はい、その自然体験ってなるとなんか結構密にならないとか、はい、その感染症で、その屋内じゃないから、うん、まあ、もしかしたら需要が結構あったのかなと思うんですけど、そういうとこどうですか？おっしゃる通りで、実は需要が多くあるような状態で、うん、無人島とかね。無人島、そうですね。無人島も一応もう1日1組限定とか、そういうこうキャッチコピーにして、コロナをこう逆手に取ったような動きっていうのができたので、まあ8月、9月とか、夏の時期、にはもう、常にこう満員の状態で、予約キャンセル待ちみたいな形になってたりとかはしました。はい。その無人島、あの中のウェブサイトもあるんですよね？そうですね。ウェブサイトで予約ができるようになってます。それ通年やってるんですか？じゃ通年やってるんですけど、夏の繁忙期の時期は、毎日やってて、うん、今の時期はもう土日限定とかです。もう週末のみで。そうなんですね。冬の時期も。はい。でも一応通年では、一応は通年で、はい。そうなんですね。はい。まあでも、近海ね、私も、今ちなみに近海にね、来てるんですけども、はい。はい、自然が豊かで、で、結構近海は西海とか佐世保、はい、と、なんか長崎市の間にあって、結構みんな素通りするような、うん、観光地というわけじゃなくて、その目的地になりにくいところだったんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、そういったコンテンツを発掘して、ね、人が来るような流れを今作ってるっていうことですよね。そうですね。これからなんで、
まあ、ちょっとだけ立ち止まってくれる人を増やすというのも一つですし、はい、目的地となるようなコンテンツも充実しているので、はい、そういうところを発信をできていけばいいなと思ってます。いや、そのなんかこれからの野望さっきも聞きましたなんか目標とする、別に地域おこし協力隊だけじゃなくてもいいんですけど、これからやりたいこととかってありますか？今は、さっき言ったような自然体験施設のことは、まあ、2年目もそうやって売り上げが楽しみですと言ったんですけど、はい、一応教育機関、中学校高校あと小学校みたいなところにも、はい、常に顔出しをさせてもらってるので、うーん、まあ、そういう、こう地域との関わりを、子どもたちと地域の関わりっていうところを自分が介在することで、どんだけ増やせるかっていうのも、まあ、2年目に以降やっていきたいなっていうのと、はい、まあ、子どもたちが描く、未来像みたいなところを一緒にこう作り上げるような活動をしていきたいと思ってます。じゃあ教育とかにも結構興味があるんですか？教育っていうよりはそうですね、まあ、子どもたちと関わるっていうのにただ興味がある。あ、子供たちに関わるのは、ふーん、そうなんですね。いや、なんかどうなんですか？そうなんですか。いや、なんか今でもその情報発信が得意だと思うんですけど、その5万円は今どういう感じでやってるんですか？はい、5万円は一応ライターさんがまあ10名以上いて、あ、そんなにいるんですね。もうその方々になんか長崎の情報であったら発信してくださいっていう感じで、あ、自分がこうライターとして動くっていうよりは、はい、最初の方はそうやって動いてたんですけど、はい、今はちょっともう裏方として運営者として回ってるような感じです。で、長崎の今の情報を記事化して、はい、そうですね、そういう取り組みをしていきたい、していってるような状況です。はい、長崎ってね、いろいろ結構ウェブメディアね、ありますけども、うん、まあ、そこで頭角を現しているボマイエさんということで、最近ちょっと落ち着いてるんですけど、はい、そこもね、はい、一緒にこう近海とともに並行して続けていく。そうですね、ちょっとそれはまあ続けるかどうかは、あ、そうなんですか。見てですけど、あらら、そうなんですね。はい、あります。一応いろんなね活動されてると思うので、その先ほどの無人島もありましたし、まあ、ボマイエもありましたけども、ちょっとその今の斉藤秀夫さんの活動をちょっとね、よく知りたいっていう方は、ぜひその説明文のところにいろいろリンクを貼っておきますので、はい、ぜひウェブサイトの作り方とかね、ちょっと見ていただいてもいいかと思うんですけども、また受注もされてらっしゃるんですね。お仕事も受けてるんですよね、そのウェブサイトの制作とか。そうですね、今も、会社自体も協力隊をしながら同時並行で、はい、運営してるので、はい、そちらはもうがっつりウェブデザイナーが入って、ちゃんとしたサイトをきれいに制作してます。はい、そうだから、ウェブページの制作と情報発信を得意とするところっていうことですよね。一応、はい、そういう感じになってはい、ということで、そういったところでですね、斉藤秀夫さんの、斉藤秀夫くんの、はい、今後、お力を借りたいという方はね、とても賢い、方なので、なんで、コンサルとかもしてるんですよね。コンサルはちょっとね、あんまりこう、表立ってはしないですけど、はい。ということで、何かありましたら、特に IT 系が強いということなので、はい、斉藤秀夫さんに清き一票をよろしくお願いいたしますということで、何か最後に伝えたいメッセージがあればお願いします。ぜひこれを聞いている方々、近海地区に遊びに来てください。はい、近海もね、とてもいいところなので、ぜひ近海のですね、体の里、そして無人島は名前何でしたっけ？無人島湯島。無人島は湯島ですね。そちらもリンク貼っておきますので、ぜひ見てみてください。はい、本日は、近海地区の、
地域おこし隊斉藤秀夫さんに来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組は MBJ トラベルの提供でお送りしました。